複数の言語で書かれた看板川崎市国際交流センターは川崎市中原区築基本町にある国際交流施設。2011年度から指定管理者制度を導入し、2016年度から2020年度までは公益財団法人川崎市国際交流協会、株式会社、東急コミュニティ共同事業体が運営。法政大学から取得した土地に、 市民と在住外国人の交流、外国人を対象とした支援活動や講座などを行う施設として設立された。異文化体験や国際交流などを目的としたイベントが開催されることもある。本館、別当、和風別館からなり、図書、資料室やギャラリーなどの無料施設のほかに会議室や茶室などは有料で貸し出されている。また、 本館南西部には、レストラン、レセプションルームがあり、川崎国際交流センターホテルが併設されている。敷地北部の別当と駐車場の間には、川崎市特別養護老人ホーム、住吉がある。統一地方選、総選挙、通常選挙においては期日前投票所として使われている。中原区の期日前投票所は、川崎市国際交流センターと区役所のみである。 川崎市国際交流センター周辺のいだ、木月地区はバスなどの運行がなく、交通不便地域と言われている。ありがとうございます。